庭長姫。庭長秀は、戦国時代から安土桃山時代にかけての武将、大名、小田氏の宿老、朝廷より、これずみの姓を賜ったのでこれずみ長秀とも言う、橋場越前守るとも称した。天文4年、1535年9月20日、庭長政の次男として、尾張国かすが軍小玉、現在の名古屋市西区に生まれる。庭氏はもともと、 しばしの家臣であったが、長秀は、天文十九年、五百五十年から織田信長に、仕えた。天文二十二年、五百五十三年、梅津兵の合戦にて十九歳で売人。工事二,二年、五百五十六年の稲尾の戦いでは、信長方につき、永禄三年、五百六十年の桶狭間の、戦いにも、今川義元の攻撃部隊には入っていないものの、 従軍はしている。信長後期などから斉藤達沖とのみの国における戦いで台頭したと考えられ、永 a 十一年1568年に足利義明を報じて信長が上落した際、南大江の六角氏政伐で武功を挙げた観音寺城の戦い。姉川の戦いの直後から、信長は八ヶ月に及ぶ大江沢山城の包囲を続けていたが、元気二年。 1571年2月24日に、上昇の磯の和正が、海上勧告を受けて退場すると、代わって長秀が助和山城主となった。天正元年、1573年9月、長秀は信長より、若さ一国を与えられ、小高新で最初の国持ち大名となった。若狭国内での当初の大まかな治療当て業は、お乳軍が、長秀、 三方軍が、阿波谷市、大井軍が、泉市であり、閣僚市は、諸領内に独立した、支配権を持っていた。この頃の長秀の家臣として、溝口秀勝、長塚正恵、武部樹徳、山田義蔵、沼田義信などがおり、頼木としては、信長直臣となった、若狭秀、武田元明、阿波谷勝久、泉正京、山形秀正、内藤、 熊谷等の京武田氏及び旧臣が他国への出兵時に長秀の指揮下として軍事編成に加えられた。さらに、軍事のほかに若さの治安維持や流通統制などの一国単位の取りまとめについても長秀が担っていた。なお、大井軍は三泉正行の死によって水口秀勝が長秀家臣から信長直騎臣に取り立てられ独立した治療を受けた。 本能寺の変に際して、若さでは、武田元明が、明智方について没落したのに対し、阿波や、熊谷、山形、寺西の寄木隠しは、長秀の支配下に入り、家臣となった。その後も長秀は、高谷城の戦い、長篠の戦いや越前一行一期征伐など、各地を転戦して、功を挙げる。さらに長秀は、軍事だけではなく、 政治面においても優れた手腕を発揮し、安土城武神の総武行を務めるなど多大な功を挙げている。天正九年、1581年には、越中貴船城主の石黒月綱を信長の命令で、大海で中殺した。越中岩海寺城主、寺崎森長府氏も、信長の命令で、長秀が城主を務める大海沢山城で、幽閉の後、切腹となった。 同年の京都大間揃えにおいても、一番に入場するという行動を与えられている。また天章以下の乱にも従軍しており、肘山城の戦いなどで戦っている。家老の石順としては、筆頭角の佐久間信森失脚後この位置に繰り上がった、柴田勝家に続く二番家老の石地が与えられ、両名は、織田家の総壁と言われた。天章十年。 1582年6月、三好康長、八谷頼隆と共に、織田信隆の四国派遣軍、長祖壁政党軍の復将を命じられる。また、上洛中の徳川家康が大阪方面に向かうにあたり、案内役の長谷川周一から引き継ぐ形で、津田信澄と共に接待役を信長から命じられていた。しかし、出陣直前に本老寺の変が起こると、 長秀は信孝を補佐し、逆進、明智光秀の娘婿にあたる津田信澄を共謀者と、みなして殺害した。その後、信孝と共に、橋場秀吉の軍に参戦して、山崎の戦いで光秀を撃った。変に際して、大阪で、四国出陣の準備中だった長秀と信孝は、光秀を撃つには、最も有利な位置にいたが、信孝と共に、岸和田で、 八谷頼高の接待を受けており、住吉に従軍していた四国派遣軍とは別行動を取っていた。このため、大正不在の時に本能寺の変の知らせが届いたことで、四国派遣軍は混乱のうちに試産し、信高、長秀の動員できる兵力が激減したため、大規模な軍事行動に移ることができなかった。長秀と信高は、やむを得ず、守りを固めて、 橋場軍の到着を待つ形となり、山崎の戦いにおける名目上の大将こそ、信孝としたものの、もはやその後の局面は、秀吉の主導に任せるほかなかった。また、本能寺の変の直後には、長秀の沢山次郎は、明智方についた荒木うじつな不死入場されてしまったが、山崎の戦いの後に回復した。清須会議で長秀は、池田恒興と共に、 秀吉が信長の後継者に押す信長の着尊三方氏を支持。結果として、諸将が秀吉の織田家の事業継続を認める形となった。秀吉と勝家とが天下を争った一戦である、天正十一年、1583年の静ヶ岳の戦いでも、秀吉を援護し、戦後に若さに加え越前、鶴ヶ軍、南条軍の一部、大野軍の一部を除く及び、 加賀二軍、うち一軍は口秀勝が領するを与えられ、約百二十三万国の有数の大名となった。天正十三年、千五百八十五年四月十六日、石寸次郎、寄生中病のために死去した。去年五十一、後目は、着難の長重が継いだ。秀吉府によれば、長秀は平成、石州に苦しんでおり、苦痛に勝てず自陣した。火葬の 灰の中に未だ焦げつくさない石臭が出てきた。拳ぐらいの大きさで、形は石亀のよう、くちばしは尖って曲がっていて、鳥のようで、刀の跡が背にあった。秀吉が見て言うには、これは、なものだ。一家にあるべきものだろうと、武田法院に賜ったという。後年、これを読んだ、平戸藩主、松浦聖山は、このものを見たいと思っていると、完成六年。 1793年初春、当代の武田法院の門人で、松浦邸に出入りしていた者を通じて、借りることができた。すると、内箱の命は、秀吉夫と相違があり、それによれば久しく腹中の病、石中を患っていた長秀は、なんで石虫のために殺されようかと、担当を腹に刺し、虫を得て死去した。しかし、その虫は、死んでおらず、 形はすっぽんに似て歩いた。秀吉が爺に命じて薬を投じたが、火を経てもなお死ななかった。武田法院定下に命じて、方法を考えさせ、法院が一さじの薬を与えると、ようやく死んだ。秀吉が功を称してその虫を賜り、代々伝える過報となったとあった。外箱の命には、後の世に、それが失われることを恐れ。 高祖父武田法院提見がその形を模したものを、こしらえて、共に今あると書かれてい、内箱、外箱の名は、天明七年、1787年に、武田公豊が書いたものであった。しかし、聖山が借りた時には、本物は別の箱に収められて密封されていたため、持ってこなかったというので、年月を経て朽ちて壊れてしまい、 人に見せることができなくなってしまったのだろうと聖山は推測し模型の模写を残している。これらによると石亀に似て鳥のようなくちばしを持った怪物というのは寸次郎の虫。ただし、真田虫ではなく海中と見るのが妥当である。証拠の品を加用する竹田府の記事に信憑性が認められるからである。滑服して二日後に死亡したことから判断して、いわゆる切腹ではなかった。 長秀のこの聖母は、長重と稲葉則道室が、聖室、人工院、長政と青山宗勝室と古田重春室が、堤京京の姉、高吉と、長生、長次が、杉はかむしん娘とされている。残りの子は不明だが、長生と赤田賢室、阿波勝かつ室は、聖美昌の同母だという、に家か楽しく、ご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。